はい、おはようございます、君を乗せて B メロの弾き方をやってみます。今回もですね、2ポジションですね。ここは余らせる。人差し指が2フレットからね、なので3フレットが来たら中指ですね。あ、押さえた弦を弾きましょう、で3弦の2、0、2、3、でここからですね、5ポジションに移動します。2ポジションから5ポジション。この人差し指を押さえたまま引きずると弦楽器っぽくてかっこいいですね。引きずるんですけど、人差し指7まで引きずっちゃうんじゃなくて、5で止まってて薬指で7を引きます。難しい。こう人差し指引いて滑ってって、で7を足す。この時これは離さない。押さえてもらうね。ね、使うからね。あ、映ってなかったかな。で、ここで離す。ですね。ここは離した方がいいですからね。そうしないと次の弦の方が弾けないからね。ここで薬指だけ離して、ここで離し、そして、これ本当、7、ごめんなさい、2から滑ってて、じゃあ次の段なんだけど、次はもう2から滑ってくること必要ないから7から弾けばいいですよね。こうですね。これ上と全く同じじゃないですか。2がないだけでね、最後の2個違うだけだね。6、お、なんか得した気分ですね。はい、今日はこんな説明だけで分かりそうだね。はい、君を乗せてパート2でした。あ、指が。